今のところってシルエットって何人残ってたっけ？あ、シルエットはね、もうね、めちゃくちゃ消えたよ。あと3人ぐらいなんじゃないかな。FGO、シルエット。うわ、ウェブプだ。ゴミ。今こんな、うわ、画像、あら。荒すぎるだろ、マジで。本当に。これ、こっちで見た方が早いかって思ったけど、いや、荒いわ。とりあえず、ヒビチカが来て、いろいろ来てるから、由井正雪、牛御前、で、そのまま、に、違う、アンドロメダが来て、妖精、エドモン、カリオストロが来て、で、ヒビチカが来たから、残り3体って言われてるね、一応。1、2、3、4、5、6、ん？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。けど、俺、これどうなん？ここ2人組なん？このシルエットのこれなんなん？めちゃくちゃもう1人いそうなイメージあるんだけど、これはあれなんかな？機械背負ってるみたいな感じだから、カレンバズーカと一緒なんかな？うわ、なんかそんな気がする。カレンバズーカ背負ってる、なんかよくわからねえやつって可能性はありそう。で、ここに一人もう一人いるらしい、ここに。もう足しかわからん。マジで足しかわかんない。もう予想すらできないって感じだね。で、一番が、めっちゃ髪長い女性だね。なアフロディーテとかワンチャンこんな感じなイメージあるけど、どうなんだろう。完全的な海外サーバントなんかな。それとも、こんな感じの髪型サクラでいるんだよな。唐突に、イリアドライ、コラボしますとか言って、来ないかな。さすがにないか。いやけど、残りのサーバント、どうなんだろう。この子は女性じゃん。1番は絶対女性で、2番が、まあ2番も女性か。なんか髪型というかここら辺のこと考えると。靴的になんかヒールっぽい感じするよね。あ、けどこの太ももの、3番の太ももの細さを見ると、すげえ女の子っぽい感じはするんだけど、どうなんだろうな。普通に、ヒビチカがさ、結局2人で来てるってこと考えると、男女コンビみたいな、あるかもね。ショタもワンチャンあり得るなって思ってるんだけど。シルエットの中に周年キャラって入る？周年キャラは基本入らないはず。前回のシルエットとかいろいろ公開された時にも、確かいなかったはずだから、多分ないね。多分周年は別で、水着も確かシルエット別なはずだから、多分、あれ、水着が終わった後のイベントになるんじゃないかな、実装されるとしたら。まあそこら辺が来るんじゃないかなとは俺は思ってる。ってことは残りのイベントって下手すると3つ？いや、水着、あ、けどそうか、水着が8月中旬やって、で、9月、10月、9月、10月、11月、12月で4個でしょ？で、3つで来るとしたら、クリスマス俺多分ないと思うのよ。あ、じゃあ3つかも。そう、新キャラがいるピックアップっていうのが3つで、で、クリスマスは多分既存のピックアップ来てとかになるから、え？怖。やばいかもしんない。そう考えると、今年のイベントってさ、あと4つなの。あ、4つか。そっか、7月に実質イベント来ないか。あれ、ヒビチカのイベントが7月みたいな空気出してるけど、ヒビチカのイベントじゃないから、マジ新規イベント減ってってるな。8、9、10、11、12。まあ、一応あと5つぐらい来るから、っていうぐらいで、まあ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 って感じか。で、ボックスはあると思うよ。ただ、ボックスで新キャラが来るかどうかわかんない。ネロ祭りとかスカサハ祭り、モルガン祭りみたい。あ、モルガン祭りはちょっと違うな。あれは例外だ。まあ、スカサハとかネロ祭りみたいに既存サーバントの復刻で終わりますって言ったらないだろうし、モルガン祭りみたいな感じで新しく新キャラポンっている可能性があったりもするから、まあそこはちょっとわかんないなって感じはする。タイミングによるかなってやつらね。
で、グダグダのサーバントはどうだろうな、いるんかな。個人的にね、グダグダいない気がするんだけどな。なんか完全新規イベントのキャラクターがポンポンポンってシルエットになる率高い気するから、多分ない気がするけど、どうなんだろうね。現実を突きつけないで、やめて。そんなこと言わないで、俺が一番傷ついてる。この3人全部星5。いや、わからん。だって星4が2体いるのよ、あ、3体いるのよ、ここに。で、それ以外が星5ってなった時に、1体ぐらいは星4いる気するな。1体星4の2体が星5で安定なんだろうなって感じはする。そう、服装的なことを言うとね、マジでなんかよくわからんやつがポーンってくる可能性あるしな。服装だけでは正直予想はできないって感じはする。今までのシルエットサーバントに星3以下っていなかったよね。いなかったっけ。ジョフクってどうだった？ね、ジョフクの時シルエットあったっけな。ちょっと覚えてないんだけど、一応、あー、いた。あれジョフクじゃないけど、あれ聴覚がいるわ。聴覚が星3でいるから、もしかしたら星3でポンってくる可能性はあるかもしれんけど、聴覚に関してはストーリーが更新された時にトラウムとまとめてやってきたっていう感じだから、多分ないと思うんだよな、星3に関しては。もうここでさ、妖精、カリオストロ、エドモンで今年のシナリオ分は多分ポンポンポンって出しちゃったと思うから、これ以降は単発単発で来るんじゃないかな、ストーリーが更新されない限り。もしストーリーが更新されるんだったら、1,2,3 の中で1人は星3ですっていう可能性は十分にあるけど、多分ないだろうなーって感じはするなー。うん、だから5,5,4とかそういう感じでまた実装するんじゃないかなーって思いますが、どうなんでしょうか。ただ半年でもう7期サーバント実装してる時点ですごいペース早いなーって思うけど、井戸で3期実装してる分、ペース的なことを言うとそんなになんか早いイメージもないんだよな。やっぱストーリーで爆速でシルエットサーバント埋まっていってるから、まあ来年もしシルエットがあるんだったら10期と仮定すると 3,4 期ぐらいはシルエットのサーバントはストーリー更新のキャラクターっていう可能性が結構高い可能性はあるかもしれないね、割と。うん、多分ストーリー更新ないと思うから、結局のところまあ単発の新規イベントで実装なんじゃないかな、ここら辺に関しては。まあ11月までにはシルエット埋まりそうな気がするんで、まあそこはね、ちょっと楽しみに待っておこうっていうのでいいんじゃないかなって俺は思ってる。周年でシルエットが埋まったらそれはそれでちょっとおもろいけどな。Thank you.